アイテム番号 SCP-306JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-306JT の周辺には国道号が敷かれており、一般人の侵入を防ぐため周囲 20km は鉄製のしがらみで覆われ封鎖されます。万が一一般人が SCP-306JT 内に侵入した場合は B クラスの記憶処理を行った後に解放してください。 SCP-306JT から 20m の地点には簡易の管理施設が設けられます。対象は常に3名のセキュリティ担当者によって監視され、 SCP-306JT 内の転倒が確認された場合はサイト81に報告してください。消灯後の SCP-306JT 内部の調査は機動部タイプ1、家庭訪問によって行われます。SCP-306JT 内部で発見された物品はサイト81の A3 保管室で管理されます。説明、SCP-306JT は、県、市の旧、村近くに位置している廃屋です。SCP-306JT は19年まで診療所として利用されており、佐久間氏という医師によって経営されていました。現在、佐久間氏は行方不明となっており、廃業直前に血縁者によって捜索願いが提出されていることが判明しています。血縁者や当時勤務していた看護婦などにも調書を取りましたが、依然手がかりとなる情報は得られていません。SCP-306JT は通常の家屋同様に損傷を受け、家屋自体の特異性は確認されていません。また、SCP-306JT を建設したと思われる業者や不動産を調べた結果、SCP-306JT が建てられた土地の権利書、業務記録などが見つかり、正式に建築された家屋であることが判明しています。SCP-306JT は不定期的に未確認の実態によって侵入されます。以下、侵入者を SCP-306JT-1 とする。現在まで、回の侵入が発生しており、SCP-306JT-1 を捕獲する試みは全て失敗しています。また、その正確な姿も確認されていません。この侵入は外部から SCP-306JT を監視している場合にも発生し、SCP-306JT-1 が外部から SCP-306JT 内に侵入する様子などは観察されません。また、SCP-306JT 内部を捜索しましたが、抜け穴や地下通路といった、侵入経路となり得るものも発見されていません。しかし、外部からサーモグラフカメラを用いた調査を行った結果、身長約175cm ほどの人間と思われる実体が SCP-306JT 内で行動している様子が確認されており、SCP-306JT-1 の存在は証明されています。現在これらの侵入手段の特定が行われています。SCP-306JT 内に SCP-306JT-1 が侵入した場合、照明、家電が使用不能であるにもかかわらず部屋内部の電灯が点灯します。なお、財団職員が内部に侵入した場合は点灯せず、何ら異常性は見られませんでした。これらの点灯が行われるのは主に SCP-306JT の2階部分であり、1階が点灯したケースは報告されていません。これらの現象は1時間から24時間の間隔で続き、その後消灯します。SCP-306JT 内部に監視カメラを設置した結果、部屋内部の点灯が確認されましたが、SCP-306JT-1 を撮影することはできませんでした。死角が出ないように監視カメラを設置した場合も同様の結果となりました。また、階の D クラス職員による SCP-306JT 内への潜入を試みましたが、外部からは点灯が確認されているにもかかわらず内部は非点灯を維持しているという現象が発生しました。これらの場合も SCP-306JT-1 を発見することはできず、なお、調査中にサーモグラフカメラを使用した場合も SCP-306JT-1
1と思われる人物が観測されました。消灯後、SCP-306JP 内には SCP-306JP-1 によるものと思われる、家具等を使用した形跡、靴跡、指紋などの痕跡が発見されます。現在、これらの調査を行っていますが、個人の特定には至っていません。また、2階に設置されている事務机の引き出しに収納されている書類の造花、人体の一部、臓器、胎児の遺体などの出現も確認されており、書類や証拠物件等はサイト、81、の A3 保管室にて管理。それ以外は検視担当官に送られています。SCP-306JP 内部で発見された文章の抜粋。患者番号1085647、氏名、田野、男性。症状、変則的な頭痛。1900年、月、日、心拍数の上昇、瞳孔の収縮を確認。1900年、月、日、脳組織への観察を開始、神経の一部を摘出。対象の意識は未だ鮮明、治療再開。1900年、月、日、脳下垂体への干渉、患者の状態を観察するため、治療は麻酔を用いることなく実行した。結果、10秒間にわたる患者の手足の痙攣を確認。左脳、の、盤の切除を行った結果、それらの症状は完治した。また、痛覚の除去に成功。治療を続行。1990年、月、日、前頭葉部分の切除を開始。患者はおよそ17時間の間、嘔吐、脱糞を繰り返し、意識不明となる。回復を促すため、右脳、の大、盤への電気ショックを開始。患者の意識が回復した。しかし、脱糞と嘔吐の症状は依然確認され続けたため、特別治療室へと移動。これらの排泄物はサンプルとして保存。成分分析を行ったが異常は見つからなかった。1990年、月、日、患者の回復が見込めず、脊椎部分の治療を開始。1990年、月、日、脊椎大、房への術式を試みる。左腕の痙攣を確認。そのため、部分的切除を試みた結果、痙攣は停止。治療は完了。その後、脱糞、嘔吐も止まった。しかし、心拍数の低下が発生、体温の低下も確認。それらを補うため、人工心肺への接続を開始。また、体温低下を止めるため、腹部内部に発熱剤を移植した。体温の上昇を確認。2000年、月、日、患者の心停止を確認。原因追及のために心臓を摘出。しかし、原因はわからず、心臓を廃棄した。現在も、患者の回復は見込めていない。さらなる治療が必要。患者番号2416398、氏名浅川、女性。症状、腹部の肥大化、吐き気。1900年、月、日、患者の腹部の肥大化を確認、経過を観察する。1900年、月、日、さらなる肥大化を確認。早急な治療が必要である。しかし、患者は治療を拒んでいる。さらに経過を確認する。1900年、月、日、患者の摂食障害が深刻化した。栄養素の偏りが顕著になる。特に酸味のあるものを欲する傾向にあるようだ。早急な治療が必要になる。1900年、月、日、患者への説得を試みたが失敗した。もはや、考えている時間はない。1900年、月、日、第一手術を開始。
現在、胸部の肥大化が確認されているため、その部分の切除を始めた。はじめに右胸部を切除。その際、大量出血が発生したため、血管の縫合を行った。その後も出血が続いたため、新たな形成を行った。チューブを代用することで治療が完了。出血が止まる。残りの増加した脂肪部分を切除し、術式を終える。後日、左胸部の切除を開始する予定。1900年月日、第二手術を開始。腹部のさらなる肥大化は現在確認されていないが、プラス 9.6kg にも達している。早く切除しなければ。左胸部の切除を開始。前回の反省を生かし、出血することなく術式を終了。後日、腹部の手術を開始する。1900年月日、第三手術を開始。肥大化部分の右側面部分から切開。その際、異臭を放つ体液が漏れ出した。原因は不明。吸引器を用いて体液を除去。術式再開。内部に異物が確認された。患者の体内と、肝臓の組織で繋がれており、この肥大化の原因であると思われる。見た目は人間を縮小したような形状をしている。重量はおよそ 1500g。肝を切断し、異物を除去。その後、肥大化した皮膚部分を切除し、再形成を行った。大きな出血もなく、治療は完了。異物は廃棄した。1900年月日、患者が舌を噛み切るという現象が発生。以前摘出した異物の後遺症と思われる。治療を行い、現在患者は麻酔で眠らせている。今後は患者の精神治療に重点を置く。患者番号4444444。氏名、男性。症状、妄想癖。2000年2月1日、患者のおよそ20回にわたる暴走を確認。そのため、両手足を切除し、拘束することにした。また、鎮静剤の投与も開始、経過を観察する。2000年2月9日、患者の証言をまとめる。これらが、さらなる治療への架け橋になるかもしれない。患者は基本、ここから出せ、といった言動を頻繁にする傾向がある。これはおそらく、患者自身の抑制された精神状態から来るものであると推測される。そのため、患者の過去を調べ、こういった精神疾患の原因となった事柄を特定する必要がある。次に、編集済み、といった言動も見られ、暴力的な行動をする原因も先ほどの問題に起因していると推測される。2000年2月14日、データ削除済み。2000年3月、B、治療の最終段階に差し掛かり、今後、データ削除済み、経過を観察する。2000年4月27日、データ削除済み、医学のさらなる躍進のために、SCP-306JP は200、年の、月、ミニエージェント、P、によって発見されました。当時、エージェント、P、は個人で定期的に行っている SCP オブジェクトの捜索を行っており、その際に SCP-306JP を発見、監視を続けた結果、その異常性を確認し財団の監視下に置かれました。現在も SCP-306JP への侵入は発生しています。今後、SCP-306JP のさらなる調査と SCP-306JP-1 の特定が行われます。追記。2015年1月24日、非侵入時の SCP-306JP 内を調査中、天井から男性の遺体が落下してくるという事案が発生しました。なお、遺体の右腕、右足、背骨はひどく破損しており、胃から腸にかけての消化器官が切除されていることが確認されています。
死亡した男性は顔面を削ぎ落とされており、個人の特定には至っていません。現在、担当医師による検視解剖が行われています。また、以前、回収された胎児の遺体の調査結果が提出され、遺体の DNA を調べた結果、行方不明中の佐久間氏のものと完全に一致していることが判明しました。これらの事象に伴い、SCP-306JP-1 による侵入の間隔が短くなっているという報告もされています。この結果に対し、SCP-306JP への警戒をさらに強化することが決定しました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。